こんにちは。今ね、私ね、保険の解約をするんですよ。毎月毎月保険料って払ってたんですけども、これ保険っていうのは私にはね、いらないんじゃないかなっていうふうに考えました。で、もともと保険っていうのは万が一何かがあった時のための少額に支払っといて、でそれで大きな費用がかかる時に払った費用以上にこうなんですかね、保証をもらうって形ですよね。でもそもそも、まあ、預金がそこそこあったら保険かける必要ないんじゃないかなとか思ったりするんですよね。で、今回は生命保険なんですけども、まあ私にはいらないですね、やっぱりね、生命保険ね。まあもともとその日本にはあの医療制度で支払いの上限がありますからね、大体10万ぐらいだったと思いますけども、どんなにお金がかかっても個人で支払うお金は健康保険がある以上10万円前後に抑えられてますんで、民間保険に入る意味がね、ないっていうのはずっと思ってたんですよ。まあでも人との付き合いでね、入ってたんですけども、この度ちょっと解約をさせていただきました。で、そこでね、思ったんですけども、今回ね、保険に限らず何社か解約をしたんですけども、なんかこれ解約ってすごく面倒くさくなってませんか、どこの会社のどんな契約も。最近の契約だとそのインターネット上でクリックポンで終わりなんですけども、なんかね、こうやって文書を要求されたり、電話じゃないと解約できませんとかになって電話かけてみたら、なんか今電話が大変混み合っておりますとか言ってね、結局その日は解約の通知をするのを諦めないといけないようになってたりとか、なんかすごく契約の引き延ばし作戦がね、すごい露骨だなと感じることがあるんですよ。そんなことないですかね。私はね、ひどいなと思いますよ、どこもかしこも。だって電話通じないわけですから解約できないじゃないですか。で、ファックスとかメールとかでいいのにその番号を用意してないんですよね。で、ここは部門が違うんでとか言って、部署が違うとかっていうのもね、上等文句ですよね。よく国会でもね、管轄が違いますとか言って答えない人いますけども、そういうもんじゃねえだろうと思いますよね。あまりにもね、その保険会社、例えば A 社としたら A 社っていうところに連絡すれば社内でそれをあとやり取りしてくれって話なんですよ。なんかわざわざね、担当の部署に直接問い合わせないといけないみたいなことで、いわゆるたらい回しをしてね、もう根負けして諦めるの待ってるんじゃないかなとさ思いますね。困ったもんですね。ということで、解約の際の愚痴でございました。いってらっしゃい。